マルサンホビー動画チャンネル12月29日、えー、ラジコン再入荷品のご紹介です。えー、本日は、えー、た、えっ、ー、と、再入荷品の組み立てキットとか、あとはあの、いろいろな、あの、珍しいボディ、あと、タミヤの皆さんが気にしているラジコンパーツ、強小のパーツなど多数入ってますんで、順番にご説明します。まずトップバッターは、再入荷 BBX ですね。これは、発売後、えー、 未だにあの乳化するとすぐ即完売っていうバギーですね。で、あの詳しくは開封動画でこちらの方もやってあります。けれども、あのタミヤらしい。2。輪駆動の、えー、質の高いバギーになってます。であの。 えー、実際の店舗でよく販売してるんですけれども、リピートのお客さんに必ず感想を伺うと、これを買った人は必ず笑顔で、あのとても面白いっていう風に言われます。その面白いっいというのはタミヤらしいということであの、現代のタミヤが、あのタミヤっていうと、復刻版のバギーが有名なんですけれども、誰が見ても昔のファイティングバギーの,あのオマージュをしたあの復刻版のタイプを、今のタミヤがレトロ風に作ると、このようになりますっていうタイプになってます。ですから あの新設のパーツがすごく多いもんですから、えー、とブラシレスモーターが必要とかロープロのサーモンが必要とかはありますけれども今の大人の人が見てもあの、えー、面白い車体でただ作ってあの面白いっていうんじゃなくってあの組み立てキットも作ってからこういうパイプフレームをしててちゃんとこの網を張ってやったりとかして昔のオマージュもあのちゃんと残してやって。あの えー、感心したのは組み立てるとものすごく高品質なところがあります。で、あのこれのえっ、ー、と質の高いバギーが大評判なんですけれども、これのライバルで非常に面白いものがありますので、ご説明しますと。えっ、ー、と同じ価格帯でこれが横物 r えっ、ー、と。 RO1.0 ですねこれは横もらしい組み立てキットであの逆にあのこちらの BBX はタミヤじゃなきゃ作れないバギーです。これはやっぱりあのタミヤのお客さんが満足するのを第一にあの真摯に考えて作ってい形にするとこちらになります。で横物の場合ははっきりしてですねあのキャラクターがあのレースに勝つこれに一択になります。 ですから同じ価格帯でも用意どんであればこれの方が早いですオフロードはで。なぜかというと今のバギーの最新型をこの形にしてありますんであので競技用っていうことをリーザムのンな価格にしてあの走らせてますんで二輪駆動であのこの価格帯だとこれが一番早いと思います。ただあのどうしてもあのキャビンが前にある形 で昔のおじさんたちはちょっとなじめないっていう人もいます。で、あと、バッテリーがショートリポあの、小さいタイプの角型のリポが専門になりますんで、それはもう現在の、あの、バギーではちょっと避けて通れないとこがあるんですね。えっ、ー、と、速さを求めるんでしたらこちらで、これも横もらしいなと思って見てて、好評によく走る、あの、バギーの第一人者ですね。で、合わせて、あの、 競争のこれも従来品ですけども再入荷でダートマスターですね。これはあの非常にこちらも競争らしいあの商品で速い遅いっていうとあのそこそこよく走ります。で、あの中を見てやっぱ感心しますけれども二輪駆動で競争らしい車でまず作りやすい。であとあのダンパーとかあの。 作ってみると分かりますけれども、あのー、ちょっとパッと見るとレトロ調の感じはしますけれども、やっぱりロングノーズショートデッキのタイプで、あのー、どっか昭和の匂いがするような感じの、あのー、オフロードの車でスタンダードなんですね。で、これがあの非常にあの多くのおじさんたちに受けれられるのはバギーらしいバギーで、あのー、走行性能もあの侮れないような感じになります。ですから、あのー であと、バッテリーもショートリポも使いますけれども、あの長いタイプ、あの通常の日課とでも何でも乗っかるような設計で、懐が広いタイプになってますので、あの通常の人があの入門の番組で物足りなければ、すんなりこれがステップアップできるタイプになってます。えこれが強調のな売りの番組、あのー、で、非常に、あのー、この業界でバッティングして、強小、横も、タミヤとバッティングして、それぞれあのキャラクターが別になっていて、面白い番組で、強作になってます。ですからこれはあの お好みでやるようになりますけれどもそれぞれ組み立てをして走らせると今のこの辺は作りやすくて素直によく走りますので複数持ってる人なんかもかなり多いんですね非常にオフロードの世代の人が多いジャンルなもんですから非常に面白いこの三者三様のキャラクターがある面白いバい番組が整いましたあと前回も入ったマンバータンでこちらが「タイレルリ輪の P34」でこちらも入ったらすぐ完売になりました F1 で103ベースのタイプでこれはプラスチックボディになります。でタイヤはスポニタイヤですけれどもあのしょっちゅう出てこない車体なもんですからお客さんの方はよく知ってますんであの即完売になりましたんで今回ももしあのご利用の方はお早めにお願いします。でこちらの方はあのなかなかそのまま飾りにしといてもいいくらいの出来栄えー、の組み立てキットになってますね。非常に人気ののあある F1 モデルですであとこちらは もうあの前回入ってきて当てに売れちゃいましたけれどもあの TT02B バンギーのタイプで通入管をバンギーにしたタイプですからあのすごく素直で今のタミヤが4輪駆動で手軽にできるようにあのオイルダンパープラスチックがついていてあのそのまあま箱出しでもよくできますしあとオプションパーツをつけても4輪駆動のバンギーであのステップアップしてあの 場所を選ばなくてあの遊べるようになってますんで何かバンギーを1台手軽にやってみたいなっていうと性能と価格のバランスなんか非常にコストパフォーマンスが高いこの TT2B 0のバンギーのタイプはあの人気のある車体になってます。えこちらもおすすめの、えー、キットが入ってまいりました。 えー、こちらは久々に入ってまいりました。あの、京商の、えー、1957年、シェビーベルベアクーペですね。もう、見ただけでわかりますけれども、このアメシャ、ザ、アメシャっていうタイプで、えー、なってます。完成のボディになります。で、これは何に使うかっていうと、京商のフェザー用になってます。 であの非常にやっぱりこうプラスチックのメッキがあってもうこのまま飾りになるくらいあの素晴らしい出来ですねであの気をつけなきゃいけないのはこれはあのフェザーの,あのホイールベース長いタイプになってますんであのここのホイールベースが通常はよく電動ガードざっくりと26センチくらいなんですけどこれは28センチくらいになってますんでフェザーの,そのホイールベース長いタイプが必要になります。 その代わりフェザーを持ってる人でしたら、もうここのところに穴が開いてて、前側ですね。で、後ろ側も穴が開いててっていう風に、そのままボルトホンで乗っかります。ですから、フェザーの完成品の、えー、とホイールベースの長いタイプを持ってれば OK ですし、あと裏技としてはあの、えー、ホイールベースが短いタイプでもフレームと棒をあの変えればホイールベース長くすることもできます。何よりこれ、ボディが形いいもんですから、このまま飾ってるっていう人も多数いらっしゃいますね。で、あのー、 えーとヘッドライトとかテールランプの部品のところに LED を追加してあの光らせることも前も後ろもできるようになってますんであのなかなか入りがあの悪いボディですからあの久々に入ってましたぜひ是非アメシャル好きな人はあの一見の価値があってあのディスプレイにも最適になってますね。 で、あと同じく強調の、あの、フェザー用なんですけれども、これはホールベースが26センチのタイプの、えっ、ー、と、インプレッサーになります。で、やっぱり最近ラリーのモデルが非常に人気ありますんで、完成でインプレッサーでこのタイプが出てまいりました。えっ、ー、と、やっぱりインプレッサーって言うとメタリックブルーっていうイメージがありますんで、このままだとちょっと殺風景っていう人は大丈夫です。こういうふうにあの、 上から貼るステッカーが、えっ、ー、と、スバルのマークはこういうふうに、あの、えー、自分で貼るタイプですけれども、ついてますんで、あの、塗装が非常にめんどくさいなンテ人なんかは、うってつけのこういうものが入ってまいりました。この2種類はなかなか、あの、えっ、ー、と、入ってこないタイプですので、ちょっと気になる人はお早めにお買い求めください。で、あと、双葉の、えー、しばらく消えてましたけれども、あの、3PV の,あの2サーボ、2つのサーボがついてるタイプで、何に使うかっていうと、2つのサーブでエンジンカーに使ったり、1つのサーブは余計になりますけれども、あのー、 えー、ブラッシュレスのセットを使いたいとか他のもアンプを使いたいなんて人はバざとこのサーボを1個余計に、あのー、予備にするっていうことでこちらの方を選ぶ人なんかもいらっしゃいますね。やっぱりこれはもう主体です。であとそれに合わせて これは、えー、と双葉の R202GF ですね、これはあの,双葉の、えーと、今もうちょっと生産がなやめてしまいましたけど 2HR っていうスティック式の2ちゃんのタイプです。で、双葉の2.4の場合は 3PV、4PM プラス、10PX っていう3種類3段階あるんですけどもこの受信機は全部使います。で、2ちゃんですから特にレース活動するわけじゃなくて台数を増やしたいなんていう人にはこれうってつけなんですね。数が一番売れる受信機でもあります。 で、あとこれが、えー、とタミヤの、えー、ブラシレス、えー、04SR、えー、センサー付きの,あのアンプになります。で、あのー、S と SR とあってですね、えー、と S というタイプはファンが付いてなくてあの、出力が低いタイプで、こちらの方がタミヤの中では一番上の方になります。で、こちらの方はタミヤのブラシレスのアンプは全部使いますのと、あとブラシの,あのモーターも25回巻きまでは使えます、ね。で、あのー、お客様情報なんですけれども、あのー来,うん、来年のタミヤのレースは、 このモデルの,あのアンプじゃないと走行ができないそうです。え今まではブラシのモーター用のアンプは各社のものを使えたんですけれども、あの来年からもうそのレースのルールでこれ一択になるそうですので、ぜひお早めにあのお求めくださいで。それに合わせたブラシのモーターでもう昔からあるタイプで、これはスポーツチューンというモーターです。23回巻きで非常にタフであの、オンロード、オフロード、どこでも使える。中 えー、540モーターが上にアップして、えー、ちょっと迷うなんていうかもう必ずオンでもオフでもこのスポーツチューンのやつは一番多い定番中の定番のモーターですね。であとそこまではパワーいらないんだけれどもっていう感じでしたこれはあのテクニ、えー、トルクチューンモーターで540モーターのノーマルを少しチューニングしたモーターですから。 あのーえー、とノーマルじゃもったいないんだけれどもそんなにまだちょっと、あのー、走行時間も長く取りたいなんて人にはうってつけの,ひあの非常に思ったよりは早いっていうイメージを受けましたでツーリングカーなんかで、あのー、スポーツチューンで力が足りないっていう時はこっちの GT チューンっていう25回巻きの方がトルコが強いタイプなんですねでブラシも柔らかいのを使ってますからツーリングカーなんかはこっちの方が向いてると思いますねで変わったやつだと 隠れたヒット商品で、これが誰が見てもわかりますけど、渡辺のマンホール、8本ホールの完成のタイヤのラジアルタイヤ付きになります。これはあの、本当にスポット的しか入らないものですから、ちゃんとよく見ると、昔のタイヤみたいにこの、こっちのタイヤはあの高いんですけれども、裏側から見ると、あの、 インチみたいな感じこうちょっと扁平率になって低いんですね。ということはあのこのタイヤで作ってしまう高さで作っちゃうと腰けになっちゃうんですけれどもあの半分こ,のこっち側が薄いタイプになってますからよく踏ん張ってあのよくこういうタイヤでグリップが悪いってイメージがあるんですけどこれはそこそこグリップにします。何より形いいもんですから86とかあの旧車のやつはもうこれがあもう御用達みたいな感じで、あのー、店頭にあるとあのマニアのおじさんちはニコニコしながらあの黙って買ってくホイールの売れ筋の一つですね。であと 先ほどのインプレッサーと、あの、最近ラリーも人気ありますんで、これは、あのー、表彰の、あのー、ラリーの、えー、完成のタイヤになります。で、あの、誰が見ても、このスポークの金色ってと、イコールインプレッサーっていうイメージなんですけれども、あの、先ほどの渡辺マンホイルとか、あの、こちらの方は、あの、この10ミリの、あの、え、ね、っと、 普通のタイプの六角のタタイイププ六角になってますね他社製で、も一応使うことがでできますであのー、完成のタイヤでメーカーで接着してますんで、もうそのまま即スロットローンで、なかなかのインナースポンジも入っていて、あのー、結構性能がいいタイプのショートタイプのラリータイヤがついてますね。で、あとあのー、結構要望が多かったもんですから、こういうのもあの入ってます。これは、カワ模型の、あのー、 えー、ピニオンギアで64ピッチ、48ピッチあの各社全種類入ってます。で、これがないとちょっと困るのはあのタミヤを除いてはみんなの64ピッチ細かい山48ピッチ粗い山で、まあ、統一されてるんですね。で ピニオンギアはまあ種類はあるんですけれども1枚違うとひとび違いますですからあの細かい調整をしたい時はあのまずギア比なんかも見ながらあのモーターが熱くならないようあまり熱くならないような感じで種類をしますんでもうこれ昔から定番中の定番になってますんであの、えー、ただ自分の,あのいろんなものをテストしたい時にこういう種類がないと困ってしまうんですねですからあの自分の使うピニオンギアあと前後ろくらいなんか少し持ってた方がいいと思いますこれらが全部それあの久々に揃ったところですね え続きまして、部品の、えー、と入荷です。これはカラーテナパイプで、えー、キャップ付きになりますね。えー、最近はあのアンテナ性がないやつなんかも結構多いんですけれども、やっぱりまだまだどうしてあのアンテナ性短いながらも2.4でも使いますので、あのー、ちょっとやっぱなきゃ困るタイプで、強調のいいところはですね、粘り気があって結構強いんですね。これはやっぱ優れもんですね。で、あと、えっ、ー、とですね、変わったちょっと特殊なやつだと、これが、 狭小のファントム用の完成タイヤで、狭小のファントムはもうこれ一択であの、よっぽどカーペットコースの特別なもんじゃない限りは、アスファルトでもあの通常の場合はこれ1つあれば、もう全部大丈夫です。昔と違って、あの成形も済んでますんで、これですぐ速走るようになってます。であとは汎用品系で、これが狭小、えー、っていうと5.8ミリのプラスチックが多いんですけど、そのハードタイプですね、ソフトタイプはあるんですけれども、ハードがやっと入ってきたところで、これはあのメンテナンスとか必要なタイプになってますね。 でこっちはあのバギーとかに使うタイプで、ためやけにはない 6.8mm のスチールボールで、これ結構フェザーの足回りとかで使うタイプなもんですが、必,あの必要なタイプですで。あとバギー系によく使うんですけれども、これも汎用で、チタンのアジャスターブルロッドの 38mm ですね。結構使うあの寸法で、オプテマ系なんかによく使うタイプで、あの評判がいいタイプですね。であとは、えー、とミンツレーサーのパーツです。ミンツのパーツで一番売れてるこれがジャイロユニットですね。 物が小さいものですから、ミンツの場合は、ジャイロが特にドリフトなんかは絶対ないと走行が厳しいあの状態がありますので、オンロードでも試しにつけたい人はコネクターでつけて、これをあの貼り付けるだけですから、ダイヤルのこちらの,あの細いドライバーで調整して、ゼロがジャイロがいかないタイプで、ちょっとずつひあのえっとねじっていくとジャイロの効果が強くなりますんであので、びっくりすることの効果アップになりますので、これはつけといた方がいいですね。 であと二輪駆動のタイプでこれがえと MM ワンピースアルミモーターマウントでミーツの,あの二輪駆動のリア駆動のタイプで一番使われているあの MM のタイプの,あの一番オプションの,あの低重心のアルミモーターマウントになりますモーターに熱が持つものでやっぱりこういうの必要なんですね、えっと、これが入ってまいりましたであと、輪駆動の、あ…のー 3つのタイプであのフロントのスプリングは2種類ですね。まず迷ったらこの401の,の,のスプリングです。で、これでもしあの曲がりにくい、もうちょっとあの、えー、クイックにあのしたいという人は、これがあのショートのタイプで前輪が少し下がるようになっていて、ソフトですから機敏に置きますので、こちらもセッティングの1つのスプリングになります。でこれはあの えー、ミーツの AWD4 輪駆動用のモーターの下につけるアルミモーターカバーであのミーツの AWD はモーターが中に盛り込むんですから熱が結構あ,のあるんですね冬でも夏でもあの大変なことになりますのでこれはつけておいた方がいいあの必要品なあの金属の熱を逃がすタイプのものになりますであと双葉のこれが、えー、と電池ケース受信機側の電池ケースと あのスイッチになってますねで、あのー、昔はこれ一体型だったりとかするんですけども今このタイプにするとこっちをオプションのリフェとかにするとあのこっちのスイッチだけで使うことができますで、あのーえー、最近の送信機で2サーボでエンジンカーをやる人はこれが必ず必要になってきますあのなぜ必要かっていうとあの双葉の送信機で2サーボですね 3pv とかこれがついてないんですねで、あのー、2.4の場合はメーカーの方だとあの充電したバッテリーを使ってくださいってことなんですけれどもあのー えー、レースに出ないで、あのー、サーボを動かしたい、確認をしたい、ちょっと動かしたいという時には、これがないとすぐにできないんですね。またバッテリーを用意したり、あの充電器用意したりとか、ちょっと煩わしいところもあって、油断も、あのー、かなりかかってしまいますので、これがあれば、とりあえず鉄ト走行くらいはできますので、これは持ってた方がエンジンカーの人には必ず必要な、あのー、オプションになってしまったパーツですんで、あので、ー、常時在庫を置いてあります。であと、横模型で、これがリポのバッテリーセーフティーバッグになります。あのー これが役に立つようじゃしょうがないんですけど、なんかリボだとやっぱ怖いってイメージがありますから、もしなんか心配な方はあのこの中にバッテリーを入れとけばより安全になりますんで、あの持っていたいものですね。あのショートのリボですと6個ぐらい入りますんで、あのー、えー、1つは必ず持っていたいものです。であと。えっ、ー、と、まだまだあのブラシのモーターも人気がありますんで、あのよくもの。このフロストックは値段がリーズナブルであのー？ えと15回巻きから、えー、と27回まであの多種多様で出てて一通りは全部在庫いてありますのでこういうのも入ってまいりましたであとこれが BLSP4 であの特にレースに特化しない人なんかでしたらこちらの方はすごくボルトホンでコードも全部配線になってますんであのブラシレースの高性能なものが手軽にあああの遊べるようになってますで横の場合は SP4 があの通常のやつでこの上で RS プロっていうのがありますけれども、えー、13.5mm 以上の、えー、まあ、あの8.5とかすごい尖ったような感じのモーターでなければ一通り使えますね。あの使いやすい非常に安、ね、定番の商品ですね。で、あとこれがあの。横物の方であのジーンズの2ピン型を。 作ってまいりましよこもって言うとですねディーンズ型をアメリカから輸入してたんですけれどもやっぱり自分のところでもあの出すということでディーンズタイプで、ね、互換性はありますんであのこのタイプでオスメスセットとオスだけたくさんメスだけたくさんっていうのがあります。 この辺はレースメーカーですから、あの、品質もいいものが出てますね。で、あと、割と隠れたヒット商品で、これが12番ゲージのブラックですね。バッテリー周りのことをやるには、これが一番いいと思います。ですから、あのー、全体的に車の配線とかで、まあ、本当は色を変えたいとこですけど、あの、黒く全部コードをして、根元のこういうので色をプラスマイナスとか変えて、えっ、ー、と、最列車にも、まあ,あの、ハンダ付けをまとめて、あの、コードを、あのー、 えー、きれいに見せるっていうので結構定評なものですね。こういうのが入ってまいりました。えー、部品の続きです、えー。あのバギーなんかやってる人はこれがあの持ってた方がいいスクエアの5 8八ミリボールリーマンになります。どういうものかっていうとピロボールであのー、こういうあのー、そうですねこうはめるようなプラスチックのピロボールの動きがこう硬くなってしまうとこれを入れてクリップ回すとものすごく柔らかく動きますんであのー、バギー系なんか特にあのサスペンションが命ですからこれは持ってた方がいい必需品でタミヤにはない工具ですからおすすめの一つですね。 で、あと、えっ、ー、とですね、これはもうあの、セラミックグリス、あの、もう定番中の定番で、ね、白いグリスで、えー、金属でもね、あの、プラスチックでもギアボックスでも外回りでも全部使えるオールマイティなグリスで、これはもう多めに持ってた方が必要なものですね。で、あと、 久々に入ってままいりました。これが TT02CVA ダンパーのスーパーミンセットですね。あの何が違うのって言われると、ノーマルに比べてこのケースが、ダンパーケースが一番短いタイプになってますんで、簡単に言うと車高が下がります。ですから、あのラリーには向かないんですけれども、オンロードであの車高を下げたいっていう人なんかは、うってつけの、えー、どリーザムなあのプラスチックのダンパーですけど、結構性能がいいタイプで、えー、長らく切れてましたけど、これ入りましたね。 でやっぱりタミヤは TT02 が一番メインの車だもんですからこれは TT02 のアジャスタブルアッパーアーム、えー、とアジャスタブル調整式のアッパー上の腕ってことですねサスペンションの上の腕が短くなればタイヤがこうハノチを切ることができますんでハノチの調整とかするには必ずこれが必要なんで足回りこれ絶対必要だもんです、ね、であと TT02 の,あのアルミモーターマンとかノーマルプラスチックだもんですからグニョっていう感じなんですねでこれはもうあのきっちりつきますんでこれもつけておきたいオプションパーツですねであと TT02 がノーマルがあのプラスチックの前後ろのギアボックスはあのプロペラシャフトなんですけれども回転を上げ下げすると周りにぶつかってしまうんですねあの TT02 で何が一番最初に必要かっていうとあのまずベアリングですねこれが必要でそれから、えー、次になんか金属パワーつけたいっていう人が多いんですけどただこれですねただこれをつけるにはあのこちらのドライアシュジョイントも必要になりますんであので忘れないであのセットであの使ってくださいであと TT02 の 通常はこういうハイトルックサーボセーバーでこれはあのタミヤの中では一番あのサーボが元に戻るときに力が強いサーボ方になりますけれども、えー、TT024 ということであのこのアルミの方が付いたタイプなんかも入ってまいりましたで,であと表示が TT01 にはなってますけれどもこれユニバーサルは TT02 にも使いますんであのでノーマルがプラスチックのちょっとごついタイプになってますんでこれは最低限前は買いたいところですねで,であとえー、っとですねこれが TT02 の中で、えー、質が高いギアデフのオイル封入式の,あのデフギアになります。ただこれにするとカップジョイントとかちょっと必要なものがありますんであのでお気をつけください。性能はすごく高いタイプになってます。であと,、えーとですね、変わったところだと TB05、えー、と,とかのフロントワンウェイ、えー、用のオプションなんかも入ってまいりました。でこちらは F103 用スラストベアリングセット F1 に使うタイプですね、えーと。やっぱなかなか根強い人気があります。で これは、えー、TD4 アルミステアリングアームスーパーアバンテとかに使うハンドル周りの、えー、と L 型のタイプでこれも長期欠品になっているタイプですね、えーと。こういうのが入ってまいりました。であとは汎用タイプでこれはラバーシールで質の高い内径5外径8のベアリングでタミヤでもかなり使うサイズだものですから質の高いあの小さいタイプのベアリングを探してる人はこれおすすめですね。であと これも汎用ですけれども、これサーボ用のアルミの段付き、でサーボを取り付けるときに使う、えー、ブルーのアルミのビスになりますので、このサイリッシュにまとまるものですね。であと、これが TT02 4のバッテリーの押さえですね、FRP バッテリープレートになってますんであので、軽量化にもなります。であと、こちらは F103 とかあの C カーに使うあのオプションの0.4モジュール、細かいギアの、えー、スパーギアのセットになりますね。ねあとこちらは えー、ユニバーサルシャフト用ギアボックスジョイント TT02 の時に使いますので先ほどのユニバーサルに合わせて使います。で、ベアリングセットでタミヤで何か迷ったらまずこれが必要ですね。1150ベアリング16個セット、もう内径5、外径11のベアリングはタミヤの車でほぼ全部使ってますのでこれは多めに持っていて損はないベアリングセットです。であとは、えー、スペアパーツ系が多いんですけれども、あとオプションパーツで。 これが TT ジェルアルミモーターヒートシンクセット。モーターにポンとかぶせると、あのー、発熱を抑えます。寒い時でもやっぱかなり使ってる人は多いですね。で、プラパーツで、これがタミヤの TT ジェルによパーツ。これはノーマルのパーツになりますね。であと、これも同じタイプで。 タミヤの TK12 のパノーマルのパーツで一番使うのはこの A パーツでアップライトですね。何かっていうとここのところがよく折れたりとかしますのでこれはスペア必ず持ってた方がいいあのものになりますで。あとこちらは内径5が1050ベアリング内径5外径10のベアリングでタミヤでは珍しいサイズなんですけど最近このタイプを使う車も増えてまいりましたのでこういうのも出まあの入ってますで。あとこちらは、 えーとホーネット用フルベアリングで、えー、とホーネット復刻版なんですけれどもあの昔出てなかったんで30年くらい経ってからこういうのを作ったりとかもしますから今の人が困らないようにあのタミヤはこういうのも作っています。であと これは、えー、とモールドインナー、えー、とミディアムナロー 24mm のオンロードの車のタイヤの中に入れる、えー、インナーモールドになります。で、ミディアムですから、これが一番使えますんで、何かしらあのミディアムナローのタイヤ使いたいという人これ必ず中に入れておくとあの、これを入れないとちょっとパンクしたような状態でちゃんと走らないんで、あのこういう、えー、とミディアムが一番人気がありますね。で、あとは、そこまではちょっとっていう人は、あのこの、えー、とミディアムナローのレーシングラジュアルセット、これはスポンジのインナーが入ってますんで、あのー、 これが一番タミヤの指定タイヤになりますので、これは何セットか持ってたいところですね。ラジュアルダムで減りが早いところがありますで。それのスリックのタイプですね、24mm の幅になりますけれども、あのえー、こちらもあの人気の商品で、あの長期欠品が入ってまいりました。であと、26mm のタイヤにつかるインナースポンジっていうのが入ってました。これはやっぱりタイヤの中にこうやって入れるタイプで、26mm、えー、幅が広いものですから、やっぱインナースポンジは必ず必要になります。 で、その 26mm のタイヤっていうと、代表的なやつは、レーシングラジュアルってこの 26mm のタイプですね。これはインナースポンジ、さっきのは入れた方がいいです。で、あと、こちらは、M シャーシー用のスポークホイルで一番人気になる、パッと見るとワタネのマグホイルみたいなスポークホイルになってますけど、嫌味はなくて、これは強化タイプになってますんで、あの、おすすめの、えっと、ミニのタイプの 60D のタイヤでも、あの、55サイズでもどっちでも使うタイプのホイールになります。で、あと、 これは昔の復刻版とかによく使うスタッドス,、えー、スパイクタイヤですね。ワイドのタイプの2本セットになりますね。これを指定の車も多いもんですから、あのこのパターンを見て懐かしいと思う人もかなり多いんで、そういうのも現行で作ってます。であと、今のバギーがやるっていうと、えーとですね、これがあの4リンク同様で、あのデュアルブロックのタイヤですね。バギー用のタイヤです。であと こちらがロックブロックタイヤで CC01 用なんですけれどもあの今一番注目度が高くて K が大きいんですねこれ何のために使うかっていうかっていうとあの普通のツーリングカーの2 6名のホイールがそのまま入りますでこの K が大きいでもちろんあのボディとかはまんないんですけれどもホーネット用の最近出たあの、えー、とホイールなんかはこれつけると,、えー、とこの K この幅とこの K ですからあのアスファルトの上なんかであの元気よく走らせる一番今ちょっと注目度の高い人気のタイヤになります でこれは、えー、24mm のミディアムナローのオフセット0のメッキの彫りですね。メッキも結構なかなかあの人気度が高いんでこういうのも入ってますで。これは先ほどのレーシング、えー、ラジアルと同じものですねで。あとはこういうミディアムナローの6本のスポークでこれはよくあの黒いタイプの、えー、嫌みはないこうスポー、あのー、教科書通りのスポークだものですからやっぱり選ぶ人が多いですねで。同じくそれの白いタイプ、ミディアムナローのこのタイプになってますね。 で、えっ、ー、とふ、あの、オイルダンパーのオイルを選ぶんでしたら、まずこれが必要です。200万、300万、400万ってあって、えっ、ー、と、通常のオンロードでしたら400万が必要ですね。で、他の番手だと、例えばバギーの寒い時だと300万とか、ドリフト200万とかありますんで、まずこのセットがあれば困ることはありません。えっ、ー、と、あとはですね、こったところだとこういう。 レーシングセミスリックですね。これは2 6ミリで、えー、と少しあの、えー、とスリックに近い、あのー、微妙なタイプなんですけれども、あのーえー、少し溝が入ってるタイプでスリックではちょっとっていう人にはこれはおすすめですね。えー、であとは TT02 のこれがカーボンのバンパーサポートであのウレタンバンパーの上に押さえると、あのー、バンパーの押さえになっちゃう。プラシックよりこうきっちり あの抑えるタイプになってますんであの、えー、スタイリッシュであの、えー、と形的には非常にまとまるタイプになってますねであと同じくオプションだとこれがウレタンバンパーの M のブルーになりますねで普通はグレーなんですけどこのブルーでまとめてますですから形的にはこれにウレタンバンパーの上にこの乗っかるような感じになってますねこれで押さえるようになってますねえー、と一応本日はこのようにあのタミヤのパーツから、えー、再入荷のキットに至るまであの多種多様で入ってますんであのー ご紹介をいたしました。えー、またこのようにあの入荷しましたら、あのー、逐一あの動画にもアップしますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。合、えー、わせてマルサンホビーではあのーえー、ジャサイト、ヤフーショッピング、アマゾン等で通信販売も承ってます、えーどちらの。そちらの方のご要命もお待ちしています。ご清聴ありがとうございました。